明けましておめでとうございますということで、今年一発目のビジログチャンネルの時間でございます。コメントも ありがとうございます。ちょっと最初映すものがなくてね、ビジログチャンネル あのプレゼント方法が書いてありますけど、それはまた後ほど説明いたします。2019年最初のビジログチャンネルはドッグインザパラレルワールドオフィスの皆さん遊びに来てくれております。確か去年もドッグだったような気がするようなしないような感じがしますけれども、あの私今日も天の声を務めさせていただきますビジログゲーム大高でございます。よろしくお願いします。ですね、ドッグさんは元旦からフル稼働でベストアルバムも出ましたし、この後いっぱいツアーもありますし、盛りだくさんなんですけども、まあ、新年なので新年っぽいことをいろいろやっていこうかなと今日思っております。皆さんマイク入ってますよ全然喋っていただいても大丈夫ですよ。鼻息荒いやつがいます、ね、全然大丈夫ですよ、はい、でドクさんへ のメールなど質問などありましたら、いつものごとくですけどもメール募集してますので送ってください。今出てますね、sage@fakestar.co.jp こちらの方までどしどしお送りくださいませ。もうすでにたくさん来てますけれども、音声来てないって言われてる。嘘、あら音声来てない、音声来てない、あ、来て、あ、鼻息荒いって言ってる。届いてるところと届いてない。どういうことでしょう。ちょっと待ってください。聞こえてますか。この声は聞こえてますか。聞こえてますか。聞こえてます。何も聞こえないよ。あ、聞こえてます。あれ。何も聞こえない。音声来てない人。聞こえないよ。あれ。じゃあ大丈夫かな。こんばんギャーって。聞こえてます。あ、よかったです。よかったよかった。誰も聞こえない。で今日はですね、あの何するかっていうとですね、いろいろあるんですよ。うん、まあ言わない方がいいかな、まだな、正月っぽいことをやろうかなと思っておりますので、まあはい、お楽しみにしてください、はい、そしてビジログチャンネルのプレゼントって書いてありますけど、今日はあのチェキじゃなくて、後であのお楽しみのコーナーがあるので、それのやったものをプレゼントしようかなと思ってますので、それまた後で説明したいと思います。よろしくお願いいたします。ともういいかな、聞こえてるし、じゃあメンバー移っていただきましょうかね。やっちゃおう、やっちゃいましょう。お願いします。しました。じゃ本日はゲスト、ドッグインザパラレルワールドオーケストラの皆さんです。どうぞ。はい、明けましておめでとうございます。いや、新年一発目のビジログチャンネルですよ。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんと、そして1月はドッグさんカバーアーティストということでビジログには登場していただいておりますので、そちらもぜひ後でね、上がりますのでチェックしててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは自己紹介の方からお願いします。はい、ドッグインザパラレルワールドオーケストラボーカルのハルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どっちに行く、どっち行く、こっちか、はい、こっちかギターの順次です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな方がいいかな。はい、ギターの水木です。よろしくお願いします。水木さん、お願いします。あ、ベースの A です。あなた、ベースの A です。よろしくお願いします。ドラムのカンナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。もうビジログチャンネルはよく遊びに来ていただいてますんで、細かいことは説明しないんです。今日は何しましょうかねということなんですけども、楽しいことしましょう、ね、お正月、新年一発目ですし。そうなんですよね。めでたくいこう。はい、うん、なんですが、もう今年は1月1日にベストアルバム出ましたし、はい、10周年っておめでたい年でございますし、平成最後ねなんですか。あら、そうですね、羨ましい。いろいろね、ついに大きなイベントが控えておりますけれども、に入った時、はい、あの誘われてまだ俺が答え出してない時、1回会わせようっつって、うんうん、とりあえず一回スタジオ入ろうか、何時からだからって、うん、でもまあ俺初めてだからさ、うん、やっぱ10分前ぐらいには行くわけですよ、うんうん、定時になっても誰も来ない30分経っても誰も来ない。あったな、うん、で1時間後ぐらいに遅れますって言うんだけど遅れてますなはずなんだけどね遅れますって俺たちなんかその、なんか時間とかにとらわれずに生きてたんだよね、うん、その頃にね、まだ、うんうん、
日本の時間に慣れてなかったね。そうだね。あの頃はね。帰国後だったから。帰国してすぐぐらい。わかんないけどね。時差ボケ。まだその、うん、日本時間っていうのにまだ慣れてなかった頃、うん、ではあるね、うん。それがやっぱ一番覚えてますね。はい。ちょっぱなっすね。はい。まず救いのない。まず。それめっちゃ不安ですよね、最初。俺スタジオ間違ったかなと思って。そうだよね、逆に不安になるよね、うん、めっちゃ10年間スタジオは変わってないここであってずっと同じところに変わった、うん、あ今もですか今も、それもなんかいいですね思い出深いスタジオですね、うん、はい、神田さんは、はい、メンバー来なかったとそういうところからスタートしたね、はい、ですね、じゃあメイクメイクはあー何でしょう、なんか音ちっちゃいって言われて音今ね、上げたんですけどあ、まだちっちゃいですか、じゃあもうちょっと上げましょうかね、規律を与えてくれた神その説あるよ、その説はあるね、うん、音ちっちゃい、どうですかどうですかどうですか、皆さん結構メーターはね届いてますか、がっつり振られてるんですよ、うん、ポあれ聞こえるよ、コメント見てるよ、コメント、ごめん、やっとコメント見れてるよ、うん、声まだちっちゃいですか、そう環境によるのかな、大丈夫そうっすか ね大丈夫か、大丈夫そうっすか、大丈夫そうっすか、見てる方、うん、大丈夫っすか、10年か、うん、印象に残ってたこと、うん、聞こえるけど小さすぎる、うん、ちょっと待ってくださいね、待ちます、めっちゃめっちゃね、うん、レベルメーター振りまくってるんですけど、あら何がちっちゃい、何がちっちゃいの、何がちっちゃいんすか、キャリアによるのかな、なんで言えたい、あ普通に聞こえる、あなんか環境によるのかな、うん、なんか小さい人あれじゃないですか、自分の機器の